特撮系顔出し YouTuber タカです。今回はね、今からお送りする VTR がですね、お蔵入りになりそうなんで、お蔵入りにならないために今回オープニングをね、トークを挟みながらお送りします。そしてエンディングもちゃんとトーク挟んで振り返ろうと思いますんでね、見ていただけたらなと思います。この仮面ライダー01がね、第1話から第3話まで現状ね、今現在ね、放送された回ね、見たんですけど、やっぱり面白いですよね。最初名前を聞いた時ね、キカイダーをやっぱもう連想した人は多いと思うんですが、やっぱりね、キカイダー01と、被るところもあるんですよね。結構ありますよね。ヒューマギアっていうのがね、ロボットっていうことで、それぐらいしかないのか。それぐらいしかないのかね。令和初の仮面ライダーってことで、気合の入れ方が違うなと思いましたね。やっぱりね、CG の使い方が素晴らしいですよね。ほんとね、CG がね、もうほんと飛び出してきそうな 3D 映像を見てるような感じがしますよね。なんか例えばね、ヒューマギアがね、怪人になってしまうっていうシーンがありますけど、速攻でね、やっぱそこの CG もね、結構ね、グロテスクな感じなんですよね。なんかね、やっぱ仮面ライダーアマゾンズを思い出しますよね。仮面ライダーアマゾンズもね、そんな感じでね、人間がアマゾン化してしまうっていうことでね、人食い細胞っていうことでね、はい。アマゾン化してしまうんですけど、ヒューマギアはロボットだし、ロボットなんだけども、感情を持たないロボットでも、そこにね、ちゃんと愛情を持って接してる主人公がね、すごくね、魅力的に感じましたし、対立するね、エイムズっていうね、特務機関があるんですけど、そこもね、やっぱりね、第2話でね、仮面ライダーバルカンにね、変身する男がね、言うセリフと、そのね、対比させるかのように、その、01のね、変身する秘伝あると。このね、対立するね、関係もね、すごいね、しっかり描かれてましたし、ヒューマギアは人類の希望だ、みたいなことを言うんですけど、その、アルトがね。でも、バルカに変身する男はやっぱりヒューマギアは全て殲滅するみたいなことを言う。ここもやっぱりね、仮面ライダーアマゾンと構図が似てるような感じがしますよね。仮面ライダー01イコールアマゾンズなんじゃないかなっていう感じがしますよね。アマゾンズから着想を得たんじゃないかなって思いますけど、前回の動画もね、アマゾンズのね、アマゾンネオのね、フィギュアーツを開封したんですけど、結構前に撮った動画なんで古いんですけど、ちょっとね、間が空いちゃったんですよね。もう、いろんなことがバタバタが、家庭内事情がちょっといろいろごたごたありましてね。はい。なかなか動画更新できずに申し訳なかったです。すいませんでした。変わらずマイペースでいくと思うんですけど、お付き合いください。よろしくお願いします。デラックス秘伝01ドライバーを開封した動画があまりにもね、グダグダだったんで、ここでね、お蔵入りになるんじゃないかなってことで、先ほど話した通りの話なんですけど、お蔵入りになりそうだったんで、ここでね、やっぱりね、前置きしてから、これからお見せする映像を見ていただけたらなと思うんで。はい、そんなわけでね、よろしくお願いします。よろしくよろしくよろしく。では、ご覧ください。どうぞ。タカチャンネルの動画ショー。仮面ライダー応援隊日本代表、タカチャンネルのタカでございます。今回は、デラックス秘伝01ドライバーを紹介したいと思います。こちらは令和初の仮面ライダー01が使うベルトでございます。こちらね、抽選販売プレミアムバンダイでね、8月の上旬頃あったんですけど、はい、それに見事落選しまして、落選しちゃいましたよ。はい。残念でしたよ。悔しい!悔しいね。仕方ない。それ落選したのは仕方ないと思いまして、Amazon から入手しました。価格はね、6539円ぐらいでしたね。しかもこのね、ビジュアルシートが付いてるんですよ。はい。仮面ライダー01にプログライズ。変身ベルトと書いてありますね。変身ベルト。デラックス、秘伝01ドライバーでございます。ライダーキックをしてますね。はい。このね、ライダーはね、もうすごい好きですね。もうなんか、新番組予告見たとき、バイクの音がね、昭和ライダーのバイクの音がしたんで、ちょっとびっくりしましたけど、でもね、本編ではね、まだ、ね、そのバイクの音聞けてないんですよ。はい、あの音が聞けないんで、あれと思ったんですけど、あれは何だったんでしょうかね。ちょっと謎は残りますがね、このね、
回るんじゃないかなと最初思ったんですけど、回らないタイプのベルトで、光る、鳴るベルトですね。今までのライダーって結構ね、鎧系の見た目が多かったけど、今回のライダーはなんかタイツ感が結構強いですよね。はい、じゃあこちら、今度逆側。はい、ベルトが映ってます。まあ、最初はお笑い芸人やってたけど、社長になるっていうお話ですね。社長ライダーですね。すごい逆転劇ですよね。あのネタじゃちょっと売れないなって思いますけどね。売れないお笑い芸人のままですよね。このベルトをつけた瞬間から社長になるわけですね。やっぱロボットがね、ちょっとね、ヒューマギアが、ほんとね、人間っぽい。っていうか人間そのもの、みたいな感じなんで、ほんとに。見た目がほとんど人間なんで、感情移入しちゃうんですよね。人間がね、怪人になってしまう。悪いことをしてしまうヒューマギアになってしまうんで、それをね、食い止めるのはもう破壊するしかないんだってことで、このライダーがね、やっつけてるんですけど、やっぱりね、でも、見ててすごく面白いなと思いますよね。やっぱり、そういう、やっぱ没入感っていうのかな、やっぱありますよね。裏面見せましょう。裏面こちら。はい。顔のラインがシュッとしてますもんね。こちらのビジュアルシート撮ってしまいましょう。表面もかっこいいよね。表面もかっこいいけど、裏面、このサンライダーが揃ってんですよね。バルカン、バルキリーです。やっぱりなんかなんだろう、タイツっぽさが出てますね。特にここ。ここに注目ですよ、ここに。ここなんでしょうね。パッケージこんな感じになってまして、はい。仮面ライダー01ライジングホッパーに変身。2番、これ、必殺技。そして3番は別売りのプログライズキー、ファルコンプログライズキーですね。こちらは先行販売でありました。4番、別売りのエイムズショットライザーで変身。では、中を開けてみたいと思います。さあ、どんな感じかな。まずは説明書が。ビニールに入ってないですね。ビニールに。ここ経費削減でしょうかね。ちょっとそこはちょっといただけないな。あまりちょっと。はい、取れました。はい。OK です。じゃあ、はい。開けてみましょう。どんな感じか。さあ、うおー、すごいね。すごい。かっこいいね。じゃあちょっとどれから見ていこうか。これは一体何？いろんなセット内容がありますが。こちら、はい。プログライズキーですね。裏面見せますけど、こんな感じで。造形が細かい。このね、彫られてるのがね、すごくね、ロボットっぽい感じでね、もう素晴らしいです。はい。バッタがね、ここ。通常のバッタからね、こう、ロボットのバッタですね。蓋を閉めます。はい、カチッと来ました。ではね、電源を入れてみましょう。どんな音が鳴るか。おー、かっこいいね。発音が素晴らしいですね。もう、パーフェクトな発音ですね。はい。ではね、この取り付けがね、まずカバーを取り付けます。カラスが鳴いてるな。ここに取り付ける？こうやって。カバーパーツの凸ジョイントをレールジョイントに取り付けます。ああ、わかりました。はいはいはい。取り付けました。これで動きます。カチッと動きますね。こう、動かしちゃったんですけど、レールごとね、取り付けた状態から、こう、ガーッと、左方向に動かしたんですけど、はい。まあね、いいんでしょう、これで。というわけで、はい。こちらの認識ピンを抜きます。はい、抜きました。そして、単体で遊ぶ場合、こちらね、押すとね、いきます。押しています。おー。
ごい発音が素晴らしいですね。これやり方ちょっと難しくて、ちょっとおじさん理解できませんでした。そしてこちらのプログライズキーのボタンを、ここにあるボタンを押します。そしてその後にこちらを、かざします。そしてこのように展開します。そして裏からここに差し込むわけですね。おお、かっこいいね。なるほどなるほど。あ、こうやるんすね。やっとわかりましたよ。これはかっこいいね。このなんかこう複雑な仕組みがね、子供心にねすごくね響きますよね。複雑な仕組みがね、ほんと遊び心が満点って感じですね。すごいねこれ。というわけです。はい、こういうわけですよね。はい、すごいかっこいい。で、そして必殺技、これはもうなんかもう CSM 感がもう出てますよね。もう CSM って感じですよね、まさにね。はい、このベルトの爆発音とかがね、もう CSM レベルですよね。 CSM アークル、あれを思い出しますね、やっぱりね。あの爆発音と同じような感じですもんね。もう一回いきましょう。すごい。この点滅の仕方がいいですね。独特な点滅の仕方しますね。遊び方としてはね、こんな感じです。いかがでしたでしょうか。もう、最近のガングは難しい。複雑ですね。まあ、覚えちゃえば簡単なんですけどね、ここにただ差し込むっていうのがあるんですけど、この差し込むのがね、ちょっとね、結構ね、なんか、差し込みづらい感がありますよ。はい、というわけなんですが、仮面ライダー01の秘伝01ドライバー、うん、これね、やっぱりね、コレクションアイテムがないとね、やっぱ成立しないおもちゃではありますよね。やっぱ1個だけじゃやっぱり面白くないなって思いましたね、正直ね思ったんですけど、もう仮面ライダー01っていう作品のね、やっぱり根幹としてあるのはやっぱりヒューマギアっていうものがね、リアリティの追求した形だと思うんですよね。やっぱりね、リアリティのある設定だと思うんですよ。やっぱりね、近未来的な感じの作品ではありますよね。リアリティのある近未来的な作品ですよね。あの、ロボットがね、AI ロボットっていうのがね、もう世の中にね、今浸透している時代じゃないですか。時代とほぼね、同じ目線でね、見れる作品でありますよね。もう、なんだろう、時代そのままを切り取ったような作品ですよね。そんな感じでね、もうすごくね、これからの展開が楽しみですよね。まだやっぱまだ3話なんで、パターンがね、同じ感じで進んでいくんですけど、そう、01の脚本は、高橋優也さんっていうエグゼイドを書いてた脚本家なんで、ちょっとやっぱりね、ライダーの数がね、多くなるんじゃないかなと思ってます。そこも注目ポイントじゃないかなと思ってますよ。お蔵入りになりそうな動画をね、ちょっとね、振り返るとね、プログライズキーがなかなか入らないってところがあってね、難点ですよね。あれはどうにかした方がいいかなと思ってるんですけど、どうですかね、皆さんはどう思いますか。プログライズキー簡単にあれ差し込めましたかね。最初なんかみんな手こずるんじゃないかなと思うんですよね、あれは。こんな感じで動画はね、終わりたいと思いますが、今後の展望としてはですね、まあね、12月にね、CSM Amazon's Driver がね、来るんで、それが楽しみですね。そこも乞うご期待ということで、タカチャンネル今後もよろしくお願いします。というわけで次回もまた見てくださいね。チャオ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、
チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。